スマラが、領有権を主張の内陸部にある都市、モロッコの実行支配下にある。人口は2014年モロッコ国勢調査で57,035人。この地域最大の都市であるスマラは1869年に、旅行者、対象のオアシスとして、サギア、エルハムラに作られた。また、都市の中央には1830年に築かれた、石像の鳥で、ザウィー・マーラインがあり、 1912年まで取り出としてモスクを囲んでいた。このモスクは現在もその一部が残っている。スマラは1902年にシャイフであるマールアイナインによりスペインでおサハラの首都となり同時に宗教の中心地にもなった。スマラの位置が人口の少ないサハラ砂漠でキャラワンによるサハラ交易の中心地になるだろうという予測もあり、 スマラを首都にするための拡張工事がスルタンの破産一世により送られてきた職工や住民によって行われた。同年、マール・アイナインはスマラは聖なる都市であると宣言し、スマラに移住した。彼が作った様々な建物の一つにイスラム教の図書館があり、この都市は宗教学習の中心地となった。1904年、マール・アイナインはイマームを自称し、 サハラへの支配を強めようとするフランスとのジハードを開始した。この戦役でマールアイナインはフランス軍に敗れ図書館も破壊された。スマラは後にスペインに脱会されたが1934年のサハラ人のスペインに対する反乱によって再び破壊された。1975年モロッコはスペインの撤退に合わせマドリード協定に基づきサギア エルハムラを掌握した。1976年にポリサリオ戦線が保持していたスマラをモロッコ軍が制圧した。アルジェリアのティングフ付近には現在でもサハラ人の難民キャンプがある。サハラアラブ民主共和国政権がある4つのキャンプのうちの1つにはスマラにちなんで名前が付けられているものがある。現在、町はモロッコ政府が 南部諸州と呼ばれる地域の一部として管理していて、砂の壁によって囲まれている。ボーシャンジュ兄弟著、スマラ禁断の都市英語版ヨーロッパ人にとって、謎であったマールアイナインの支配するスマラに到達することが、20世紀初頭の作家で、ロマン主義者であったボーシャンジュの目指したことであった。これは、当時のヨーロッパでは、スマラについて、旅人の休息地で城壁に囲まれている。 砂漠の都市、崩壊しつつあるらしい程度の情報しか知られておらず、位置もよくわかっていなかった。このため、ミシェル・ボーシャンジュはその姿を目に焼き付けておこうとして、スマラへの旅行を計画した。ミシェル・ボーシャンジュの旅行記に書かれた1930年の旅は苦痛に満ちたものであった。現地の部族の男やイスラム教徒の女やアメリカ人のビジネスマンに変装して、 反乱軍が支配するサハラの様々な土地を通って行くのである。ミシェル・ボーシャンジュはスマラからの木と拍子した。彼の旅行記は彼の死後の1932年、弟のジャン・ボーシャンジュによってスマラ禁断の都市という題で出版された。ありがとうございます。